ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、はい、明日から交流戦はパ・リーグの主催に変わります。もう楽しみやな。そうです、 DH です。はい、 DH を使うということは、うん、そんなに代打っていうのは使わなくてもいいのかなっていうふうに思うよね。あ、なるほど。まあ例えばキャッチャーのところに使うとか、はい、まあ、いろいろあるけども、うん、各チーム割と打てるキャッチャーがいる。うんうんうん、だからまあ巨人にしたら岸田もバッティングいいしね、はい、うん、でまあ、中村、はい、で山本雄大もバッティングいいし、はい、まあ、木野拓、木下、まあ、ここら辺で代打いるかもわからないけども、はい、でもまあ打ってるしね、そこら最近、はい、で坂本、梅野でしょ。そうですね。で坂倉、はい、相澤、うん、だからそこら辺で代打を使いたいっていうのはなかなかないと思うんだよ。なるほど。で試合を作るキャッチャーを安易に変えるっていうこともないと思うんだよね。はい、だから他で使うって言ったらそんなにないんだよね。あ、じゃあ代打のことを気にして DH、うん、どうしようっていうことは、まあ、だからもう、まあ、例えばその切り札的なのを DH でもう最初から使うところもあるだろうしな。なるほど、そういうことか、はい。でやっぱりファンの間でも、はい、セリーグファンはじゃあうちの推しチームは誰を DH に起用するんだろうというのが非常に話題に上がっているので、はい、一足早く豊さんに、はい、セリーグの6チームの DH をズバリ予想していただきました、はい。じゃあまずは日本ハムとエスコンで戦うのが DeNA ということで、はい、DeNA です。 DeNA から言っていいの？はい、お願いします。お願いします。まあ筒香かなっていうふうに思ってるんで。おお、ここは筒香はね、まあエスコンはね、天然芝でしょ、はい、やっぱね、人工芝でね、うん、相当参ってるわ、筒香が、はいはい、やっぱ体が張るって。そんな違うの？やっぱ違うって、うん、で、まあこう、ごまかしながらやってるけどっていう。だから、こう、休ますにはもったいない打者だし、うん、いや、だから DH で筒香を、まあここら辺で体の張りだとか、うん、そういうものを取ってほしいなという意味合いも含めてね、うん、まあ筒香かなっていうふうには思ってるんだよね。DH でも十分その守りからっていうわけではなくて、もう打っていける選手、まあ、そうだね。それと、まあ、守備がね、うん、やっぱ得意な選手じゃないし、はい、でエスコンってやっぱこう難しいしね、うん、だからそういう意味では、まあ、筒香がいいのかなっていうような、うん、オースティンっていうこともあるんだけども、はいはい、オースティン使うとファーストに佐野を持ってくるかっていうことになってくるんだよ、はい、で佐野を持ってくると、まあ、筒香が守備につくようになるし、はい、っていうことになるとやっぱ筒香が自然かなって思う。あ、なるほど。で佐野ってあんまりもうあっち行ったりこっち行ったりさせたくないよね、うん、バッティングの状態も上がってきてるしさ、はい、だからまあ外野で使ってあげたいなっていうこともあり、うん、まあ、それだったら外野に誰かいっぱいいるからね、関根小原。そうですね。だからこれを筒香選手の DH 分に、うん、左と右で先発を変えればいいし、はい、うんうんうん、だからまあそういうところからすると、まあ、筒香が有力かなっていうふうには思う。なるほど。さあ続いて、楽天とまず福島で、はい、戦うのがヤクルトです。はいはい。ヤクルトは DH は誰が？まあサンタナ。ああ、サンタナか。でもサンタナが DH 嫌がる可能性もあるよね。守備から、いや、もう守備からのリズムがいるってなると、うん、やっぱ青木か川端かっていう、まあ選手はやっぱり代打の切り札だったりとか、もう青木選手は、ね、スタメンで行くこともありますけど、まあ そ, うだね、そういった選手が DH に回ってくる可能性ももうあるよね。それかやっぱ竹岡が、うん、あの成長してるんで、はい、左ピッチャーの時に山田を DH にしてみたいな、うん、あでセカンドに竹岡を入れるっていう、ね、あことも考えられるよね。そうですね、そうか、まあ、竹岡が DH になるということはないと思うけど、ないでしょうね。だから、まあ、そうですね、コンディション的にはその山田がね、うん、いろいろあるから持ってるから、はい、だから、まあ、DH っていうことも考えられる、ね、そうか。でもこの中で第一候補としては一人決めるとすると誰にしたいですか？まあしぶとさから言ったら青木、うん、青木はラインナップに入れときたいよな、しぶとさから言うとね、はい、ってことは DH 青木選手が大きいのかなっていう、うん、まあ守備のことを考えるとサンタナをあれして、うん、青木選手をレフトに、いや、まあレフトっていうよりもその西川とか、あ、そ、他の外野手を使って、はい、まあ、埋めていくとか、うん、いうことになるよね。なるほど。じゃあ第一候補として豊さんはじゃあ青木選手を DH に、うんうん、そうだな、はいはい。さあ続いて巨人、はい、西武とベルーナドームで戦います、はい、さあ巨人 DH は試してほしいのは大城。これね、豊さん、あの打率がやっぱファームで今1割ですけれども、やっぱね1軍の選手なんだよ、
緊張感だとかいろんなことを考えると、はい、そこでチャンスだと思ったらやっぱ働けると思うんだよ、うん、だからもうワンちゃんも後ろで DH 生かすとか、うん、賭けですねこれは、うん、だからそれがダメだったらもう長野とかね、あ、長野選手、はい、でまあ阿部監督が言ってるのは、はい、まあ、坂本を休ませながらっていうようなことで DH という、ね、そうなんです、坂本選手を DH にして岡本選手をファーストからサードに持っていき、いやそれもね俺は得策じゃないと思うよ、あ、そうなんですか、やっぱね角度が違う、あショートからサード、サードからショートだったらまだしも、はい、だけど全然違う角度にまた持っていくっていうのは岡本の負担が大きすぎるよ、で今までサードからファーストであんまり投げてないのに、うん、今度またサード行って投げるってなると、まあ、あれだけファーストにねずっとやってるとしんどくなってくると思うんだよね、うん、そしたらなんかこう弊害出てきそうな感じがするんだよね、岡本サードにすると、いやそれだったらもうファーストを動かさないで、うん、サードに若手を入れるとか、例えばサードに伊豆口選手でショートに門脇選手を戻すっていうのもあり、いや俺は伊豆口をショート、門脇をサードの方がいい、あそれはこれはやっぱサードやらしたら門脇うまい、あ確かに去年ありましたもんね、うん、そうだそうだ、それは伊豆口がショートで落ち着いてるんだったら、うん、伊豆口をショートにして、うん、門脇をサードにした方がいい、あそれそうですね、それいいかもしれない、ね、と思う俺はね、で、まあ、阿部監督がおっしゃってたのが、まあ、その坂本選手 DH、 サードにファーストから岡本選手、はい、でファーストにはウレナ選手を入れようかななんていうこともこれは本当かどうかわからないですけどちょっとコメントされていたということで本気かどうかはわからないですけど、まあでも坂本をこう休ませながら、まあ、DH だから休んでるっていうことではないんだけどさ、うん、まあ、守備の負担がないっていうだけ少しは楽かもわからないよね、そうです、だからそうやって使ってあげたいっていうのは、うん、それは親心としたら、まあ、兄貴分としたら、はい、まあ、そう考えるかもね、そうですね、でもやっぱ坂本は守ってなんぼの選手じゃないかなっていうような気もするしな、ただやっぱり相当守備からの疲労とか、いやそれはあるよ、それはあるある、そこまでするっていうことは、うん、まああるんだろうなですね、さあ豊さんはじゃあ大城選手、長野選手どっちを本命でいきたいですか、豊さん的にです、まあ、今の現状を考えると長野、長野選手をでも試してもらいたいっていうのは、うん、大城、うん、1軍での勘ですよね、で筒香もね、うん、あの2軍ではそう大した成績を上げなかったんだけど、うん、1軍にポンと使われた時に変わったでしょ、はい、やっぱりねその環境で合う合わないってあるんだよね、うん、でもう特貫工事じゃないけどさ、筒香なんかもう1軍に来てピリッとしたら、うん、劇的なホームラン打ったじゃない、はい、まあ、やっぱああいうことは大城も持ってると思うんだよ、うんうんうん、だからそこにかけてほしいな、そうですね、ワンチャンス、はい、さあ続いて阪神はゾゾでロッテとです、はいはい、まあ、ゾゾはねみんなどこのチームもロッテ以外は嫌なんでしょうけど、そうだな、地元の利っていうのはあるよな、ありますよね、ここで風吹かれるとね、また甲子園でもいいじゃん、守らないから打席だけだから確かにね、 DH だけだからそうね、そうそうそう、さあここで阪神は誰を DH に、それは右ピッチャーだったら糸原、はい、まあ、左だったら原口、はい、まあ、ここら辺は決まってるんじゃないかなっていうような気はするけど、これ美恵ちゃんはどうなんでしょうか、いや美恵ちゃんも可能性はあるよ、うん、さあまあ状態だよね、うん、まあ、原口さんも、はい、でも原口があの大山の代わりに4番を打った時に、はい、まあ、スリーラン打ったでしょ、はい、なんかこう使うと責任感があるよね、うん、まあ、糸原にしたってそうだしさ、うんうん、だからここら辺はなんかこの2枚でいきそうな、やっぱ彼らは出たくてしょうがない、うん、でも使ったら何かやってくれるよ、そうです、ね、だからそんな選手だし、はい、うん、だからいい活躍をしてくれると思うよ、糸原も原口も、そうですね、うん、そう、ただみえちゃんはね使いたいんですけど、私も TikTok ライブやってるんですけど、みえちゃんも TikTok ライブをやってて、大丈夫なのっていう風な試合ある日にですよまあ、あんまりバレてないかもわかんないけど言わない方がいい、多分ね、ファンみんな知ってる、まあ、知ってるか、そう、誰かとコラボもしてたりとか他の外国人選手と、はい、大丈夫なの、まあ、楽しそうだよね、そういや、バボスはね、やっぱりあの、ね、試合でやっぱりこう、まあ、そうだね、出てほしいので見えちゃうんで、まあ、だからその話は知ってたから外したけどやっぱりそうなんですね、うん、あと、例えば佐藤輝明選手を上げてきて DH っていうことはないんですか、いや、DH の選手じゃないよ、
やっぱ使うんだったらまあ頭から、うん、守備に使いして使わないと、はい、ダメだよね。ダメか、うん、そっか。いやだから上げてくるっていうのもあると思うよ、一つの手で。いやそれで DH じゃなくてサードにも使う、使す、うん、あ、じゃあ鍋亮選手を一回ベンチに。いやそしたら鍋亮が DH の候補にもなってくる。あ、はい、うん、だからこれは、まあ、原口との併用になるかもわからないけども、うん、鍋量の状態もいいからね、はい、今ね、うん、だからサトテルが上がってきたら DH の候補になる、うん、なるほど。さあ続いて中日は京セラでオリックスと戦いますけれども、はいはい、さあ中日 DH 誰ですか。で、まあ、中日は中田翔がやっぱ経験者だよね、はい、パ・リーグでも、はい、まあ、だから中田翔がファースト守らないんだったら DH、うん、で DH に回ったらビシエドがファースト。あ、ここの2人がじゃあそうテレコみたいなね。でビシエドが DH だったら中田翔が守る、うんうん、でも体の状態、腰の状態とか、まあ、いろんなことを考えるとリカーソンが DH、はい、DH に入ったら中田翔がファースト、はい、でレフトに大島、あ、大島選手、はい、うん、っていうのがいいよね、うん、だからこれは相手ピッチャーによっていろいろ変えていってもいいよね。一番豊富じゃないですか。いやだから周平とかが上がってきたら、そうそう、まあ、石川を DH、 いやファーストにして永田翔を DH でサードに周平ってことですね。そうそう、でもできるっていう、何でもできますね。だからいかようにもできるというね。カリステは、カリステはもう守備に使わさなきゃ、あの人あの人はダメ、ダメだとしたらリカーソンが DH になったら、まあ、大島選手もそうですけど外野いける、あの左ピッチャーだったらカリステがレフトに、うん、そうですよね。 そうです、それもできますもんね。もういろんなことができる。中日は一気に層が厚くなったからね。ですよね。そうそう、多分これセリーグ中ナンバーワンの、あのね、ヒット数は打ってるからね、打ってます、あそこは、うん、ヒンダヒンダって言うけどヒット数は打ってんだから点にならないだけでそこが困ったもんだけどさ、まあ、そうですね、が打つような技術はもう身につけてきてるわけだから、はい、楽しみだよね。 DH 候補がいっぱいいるんで、逆に今日 DH 誰なんだろうって見るのも楽しみになりますよね。楽しみだ。さあ最後カープはソフトバンクとみずほペイペイドームで戦いますけれども、はい、まあ、スイカラかな。あ、そっか、やっぱちょっと守備がね、そうですね、 あれだけど、で広島が優秀な外野手ってたくさんいるから、はい、だから末金を DH にしたら守備の不安はなくなる、まあ、例えばあの中村選手だったりとか、あとは宇草選手とかとかいますよね、まあ、二俣選手、二俣選手、あと田村選手もう上がってくる可能性もありますよね。いやだからそれはもう楽しみだよ。あの守備がね非常にうまい時ももちろん目立ってあるんですけれども、誰があの末金選手取ったって、それ失礼だぞ違う、それそんなことない、取ったキャッチしたっていうのも、いやだけど聖火のよりもたくさん上手い選手はいるからね、守備だけで言えば、うんうん、だからまあそういう風にすればいいのかなっていう風に思う。まあ、セリーグ、ね、6チームの DH を豊さんが、ね、まあ、予想というより、はい、豊さんだったらこの選手を置きたいというのを、まあ、そうだな、はい、話していただきましたけれども、やっぱりセリーグのファンはね、今日はこの選手かな、明日はどの選手だろうっていうその楽しみありますか、ね、安倍監督は小林をマスクかぶらした時に、うん、岸田を DH に使う可能性もある、まあ、バッティングは勝ってるからね、うん、そうですよね、うん、それで試合の途中で DH をなくして岸田をキャッチャーっていうことも可能性はあるから。ああ、そっかそっか、うん、そういうのもあるんですね、作戦的にはいろいろ。なるほど、だから誰を DH に置くかで試合展開だったりとか戦法が変わってくるよね。変わってきますしね、はい、そういったところもね楽しみに、まあ、駆け引き面白いよな、うん、DH になるとまた面白い駆け引きがまたね、セ・リーグ主催とは違うところで出てくるので、まあ そうだね、そういった戦法もだって牧が上がってくるかも。あ、状態どうなんですか。状態はもう打つだけだったら大丈夫っていうなったら DH で使ってくる可能性だってあるというね。もしこうなるとやっぱりまた打線に厚みが戻ってくるっていう、さらにそうだな、うん、戻ってきてほしいファン多いと思うので、はい、そういったところもちょっと見どころにしてパ・リーグ主催楽しんでいきましょう。はい。